久保さん。いや、ちょっとそれはね、僕、確かに考えてなかったですね。確かに自民党の重鎮たちは、すいません、お亡くなりになりますね。<laughs> いや、いつも、いつもとか結構思ってたんですけど、もう古いじゃないですか。みんなもう年取ってる人ばっかっすよね。うん、これだけ時代が変化してるのに、日本のトップの人たちってもうほとんどもうね、 まあ、天下りというか、まあ、居座ってるというか、席譲らないというか、もうなんかずっといるというかね、うん、で、まあ、すみません、新しい考え方その、昔からいる人はイノベーションなんて、もうそういうのじゃないですよね、いかにイノベーションを起こすかより、いかにいい居座るかっていう。<laughs> でも時代ですよね。10年後、20年後、30年後になったら結構。だから山本太郎さんがずっとこの SNS だったりとかそういうのでガン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 発信していけば、徐々にこの、その、縮図は変わっていくかもしれないですね。だって今の重鎮の人って SNS 使えないですもん、多分。使ってないですよね。使えないですよね。使えないですよ。で、それを、すみません、それを支持してる,それを支持している人たちも多分 SNS あんま疎いと思うんで。ってなってくると、 やっぱり、まあ、立花さんが結構時代の先駆けになったんじゃないかなと思うんですけどね、SNS で当選するってことですよね。まあ、ガーシーさんもそうですけど、昔じゃなか、昔ではありえないような当選結果ですよね。SNS で発信して、影響力をつけて票をもらっていくっていう。で、これがもう主流になると思うんですよ。逆に、だから、山本太郎さんの上手いなと思うのは、やっぱね、 SNS をね、非常に活用している。で、その活用する理由も、やっぱ、テレビメディアで報道されないから、そこしかないよねっていうとこだと思うんですよね。山本太郎さんの、その、あれっていうのは、メディア上あまり放送したくない話ばっかだから、取り上げられないじゃないですか。でも SN、SNS ではガンガンいけるんで、で、うん、僕の世代間、もしくはもっと下の世代間は、今 SNS が主流ですから、テレビメディアなんか見ないですよ、大した。ってなってくると、 確かにこれ、山本太郎さんがね、総理大臣になる可能性、だからつその熱量をね、ずっと継続してれば、まあ山本太郎さんも言ってますけどね、総理大臣になったら、こんなことやりますよ、みたいな、あの、踊りますよ、みたいな、なんかね、あの、あれやりますみたいな、メロン球やりますみたいな、大臣になったメロン球やるって言って NHK のあの、あれでやるって言ってましたけどね。でもそういう時代がね、来るかもしれないですね。うん、でももう時代はちょっとずつ変わってます。 うん、それの先駆けがやっぱ NHK をぶっ壊す NHK 党だったと思いますけどね。い、うん、ってらっしゃい。